太平洋側、つまり岩手県の沿岸部が50%の確率で曇り一時雪か雨の予報が発表されております。1月20日ですね、えー、ウィンディーの 高水量タイプ、えー、白い部分が雪となるんですが、予報で。金曜日20日の午前9時の時点で、やはりですね、えー、日本列島のかなり広い範囲で,降、えーで,でえー、降雪の予報が発表されております。GFS、アメリカ海洋大気庁、ノアノクションモデルをベースとする GFS では、九州地方にまで、降雪の予報が発表されております。ちなみにこの ECMWF モードですね、20日金曜日の夜11時の予報、えー、このように、 かなりり日本列島のの広いエリアで降雪の予報が発表されております、えー、この寒気の南下に伴う気温の低さ、うんえー、こちらが非常に気がかりなところです1月20日金曜日の夜9時の時点のマイナス6度上空 1500m 付近の寒気予想になるんですがこちらサムネ画像にもありますように日本列島の かなり南、えー、つまり四国地方、それと九州地方北部、えー、それから近畿地方までですね、えー、マイナス6度の寒気が南下してきているのがお分かりづらいと思います。 てまいりました。2023年1月の13日金曜日朝5時16分30秒現在の最新情報速報でお伝えします。ご覧いただいているのは気象庁の週間天気予報なんですけれども、降雪のエリアですね。 北海道東北北陸の新潟県、えー、このあたり日本海側を中心に19日の木曜日まで降雪の予報が発表されておりますまず本日13日の金曜日雨のエリア西日本を中心に天気が下り坂となっておりますが降雪のエリアはどこにもない予報となっております、えー、降雪の中休みですね明日14日の土曜日北、えー 北海道では大部分が降雪の予報が発表されております。え降雪ではない予報が発表されているのは、宗谷地方、曇りですね。えそれと、日山地方と大島地方。この3箇所だけで、あとはあ降雪の予報。あさって15日の日曜日。 北海道は曇りの予報なんですが、東北地方の青森県と、それから秋田県、それと岩手県がですね、なぜか太平洋側、つまり岩手県の沿岸部が50%の確率で曇り一時、雪か雨の予報が発表されております。それ以外のエリアでは降雪の予報は発表されておりません。現時点では。 16日の月曜日、日本海側を中心に北海道から東北地方、新潟県とですね、えさらには中央高知、長野県の北部で50%の確率で曇り一時雪か雨の予報が発表されております。それ,それ以外のエリアでは降雪の予報は発表されておりません。17日の火曜日、北海道の日本海側、 それと、東北地方、青森県の日本海側と秋田県全域で、えー、降雪の予報が発表されております。18日の水曜日、北海道と、それからあ、東北地方、それと北陸地方は新潟県ですね。こちらのエリアで降雪の予報が発表されております。一番先の予報、19日の木曜日、18日とほぼ同様に、えー、北,陸北陸地方の新潟県、えー、それと、東北地方、日本海側ですね。 山形、秋田、青森県の日本海側、えー、それと北海道地方は、宗谷地方、上川、留萌、網走、北見、紋別、石狩、空知、尻部市地方で降雪の予報が発表されておりますが、えー、それ以外は降雪の予報発表されておらず、太平洋側では晴れの地域が多くなっている予報となっております。 ところがですねこの後寒気が南下してくる予報が発表されていますまず気象庁のですね週間天気予報を解説資料をご覧いただきます2023年1月の12日10時発表ですから昨日の午前10時に気象庁から発表された最新情報になりますで今期間のポイントなんですけれども 15日は東、西日本の南岸、沖縄付近を南下する前線上を低気圧が東北、東進していくと見られると書いてあります。15日ですから、ここですね。やはり低気圧がですね、北上してくるので、この天気がですね、14日、15日、 えー、下り坂となっております雨のエリアが非常に多くなっておりますで、この後気温がさらに下,下がればあ、またあこの西日本地域でも降雪の可能性も出てくるということに,あいになりましょうか 16日と18日頃は北日本付近を中心に冬型の気圧に配置になって寒気が流れ込む。ここが非常に重要なんですね。16日と18日頃は北日本付近を中心に冬型の気圧配置になって寒気が流れ込むとあります。じゃあ18日以降はどうなるのかということなんですけれども、週間、寒気予想ですね。こちらのコンピューターグラフィックスとシミュレーション画像は、 あこの気象庁の全、ね、球数値予報モデル GSM の GPV を基にして作成されているんですけれども16日、寒気が流れ込む17日、そして18日、そして20日まで予報されているんですが1月20日金曜日の夜9時の時点のマイナス6度上空1500メートル付近の 寒気予想になるんですが、こちら、サムネ画像にもありますように、日本列島のかなり南、えー、つまり四国地方、それと九州地方北部、えー、それから近畿地方までですね、えー、マイナス6度の寒気が南下してきているのがお分かりいただけるでしょうか。えー、ここがですね、寒気が一番あ流れ込む20日の夜、 9時の時点の予想となっております。それ以外にもですね、寒気、かなり南下してくる日はあるんですが、16日ですね、それと17日、18日、18日の夜9時の寒気予想。 中国地方の山陰地方にまで寒気が南下してきています。しかし最も寒気が南下する予想となっているのが20日の夜9時ということになっておりまして、再び降雪の恐れ、積雪、大雪の可能性もなきなしにあらずというような上空約1500メートルのマイナス6度の寒気となります。この上空約1500メートルのマイナス6度の寒気というのは平地でも雪が降る目安となります。 されておりますので今後の最新情報を注意深くこまめにチェックをされることをお勧めいたします気象庁の方から週間気温予想も発表されておりますこちら寒気が南下してきます寒気がかなり日本列 全体を包み込むように、えー、南下してきます20日の気温予想気象庁の方からあ、週間ですね、5日間の平均気温の予想が発表されておりますが、1月20日から1月24日あの5日間の平均気温ですね、北海道地方と青森県の日本海側、秋田県、山形県、それから福島県の日本海側ですね、西側、会津地方になります。こちらのエリアが 低い、平年よりも低い予想となっております。今申し上げましたエリア以外は平年並みという気象庁の5日間の平均気温の予想となっております。で気象庁、こう、積雪の深さに関する最新データをご覧いただきます。1月13日本日の4時発表。やはり赤いエリアが所々にありますね。青森県の方ではこの緑色の200センチ以上のエリアも 見えます。青森県ですから、ちょっとこちらが気がかりなところではあるんですが、230センチですね。230センチのエリアがあります。スカユですね。青森県のスカユ。たびたびニュースサイトなどでも報じられております。この青森県のスカユが現在、 積雪,積雪の深さが2メートル30センチであるという気象庁の積雪の深さ、現在の値の最新情報となっております。それ以外もですね、山形県の肘折りでも194センチ、2メートル近くとなっております。新潟県の守門でも173センチ、 の積雪の深さが記録されております気象庁今後の雪降雪短時間予報もご覧いただきます実況とそれから予想が本日13日の午前10時までの予想を含みますでやはりですね 北海道よりもこちら新潟県の方ですね。200センチ超えのエリアがありますね。山形県とそれから新潟県のあたりですね。こちらのエリアで2メートルは超えてはいないものの2メートルに迫る170センチ台新潟県ですね、こちら。 中越のあたり、それと山形県も150センチ前後ということで、かなりの降雪短時間予報、降雪量が見込まれているということになっております。積雪の深さですね。今後の最新情報、を十分に警戒を強めつつも、 お、ご注意をいただければと思います。こまめにチェックされること。交接速報。ということで、まとめに入ります。気象庁のですね、週間天気予報ですね、西日本のエリアにまで降雪があるという予報にはなってはおりませんが、しかしながらこれからさらに寒気が南下してですね、気温が低くなりますよという週間天気予報が発表されております。16日と18日ごろあり、北日本付近を中心に、 の気圧配置になって寒気が流れ込むということですから、えー、このあと、ね、タイミングがずれるとつまり雪雲が発生したりとかですね、えー、いうことが変化してきますとやはりいい寒気が南下する16日から18日そして20日にかけてですねまた大雪になる可能性もなきなしにあらずという。 この恐れが出てきます、えー、今後の最新情報を注意深くこまめにチェックなさってください今後もですね当台風速報チャンネルでは降雪に関する最新情報を速報でお出ししてまいります、えー、降雪の動向が不安で心配で夜も眠れない方あまたそうでない方もですねぜひチャンネル登録の方をしていただいて降雪に関する最新情報を最速で入手していただければと思います 最新情報の入手、これがですね、防災に最大限にお役立ち、そしてフルにご活用をいただけるものと確信いたしております。私からは以上となります。